吉田拓郎ラジオでないと。旅の途中だと
た獣たちは最後の力で牙を剥く。放っておいてくれた最後の力で嘘をつく。嘘をつけ、永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の代わりに、たとえ繰り返しなぜと尋ねても、吉田拓郎です。今日は一曲目びっくりでしたね。ふっと思いついてね。それで、あ、これはちょっとなんか一曲目っていうのはどうなんだと思って。それであの、これまあ、とにかく2006年のね、妻恋での中島みゆきとの、二人での歌でしたが、まあ僕もいろんなあの、まあ古くはね、亡くなった浅川真紀とかいう人がいてね、夜が明けたらとか歌ってた、あの、黒装束のね、不気味なお姉さんがいましたけどね、結構、俺可愛がられたんですけどね。だけど、あの、ジョイントコンサートをやったりとかですね、あと、記憶にあるの、まあ、最近だったら、小田和正のね、あの、クリスマスの約束で小田と一緒に歌ったりとか、まあそういうステージ一緒にやった人とか、いろいろありますけども、やっぱり中島みゆきと一緒に歌ったこのステージはですね、やっぱ僕は歴史に、自分のね、歴史に残る名ステージだったというか、お互いに、まあいろいろ、ね、上がってる部分とかね、動揺してる部分とかあるけども、あの二人ともね、だけど、いいステージだったなっていうふうに、思ってるんですけどもね。まあ、自分の、いろいろ歴史の中でも、このステージは良かったな、というふうに思ってるんですが、まあ、永遠の嘘をついてくれというわけですが、永遠の嘘というのはありえないということで、まあ、僕のコンサートがですね、今年4月頃のリハーサルから、始まるわけで、ちょっとタイトなスケジュールが待っていることが予測されておりますしてですね、多分いつもよりもこれまでよりもきっと体力的にもですね、それから精神的にも、疲れることがまあ予想されるっていう気がして、今このラジオの番組もですね2年間続けてきているんですけども、皆さんからのメールも全部ですねほとんど目を通して、なんだこりゃっていうメールから、すごい感動的なメールから、大笑いさせられるメールから、いろいろあるんですけどもね、そういうメールやハガキ、封書なんかも全部目を通したりして、まあ大体そんなことしてるとね、時間かかるんですよ。で、それで、まあそれをね、このコンサートのリハーサルと、一緒に同時にやっていくっていうのは結構きついだなと思って、タイトなスケジュールになりそうだなっていうのが予想されるので、まあいろいろと検討した結果ね、3月いっぱい、番組をやらせてもらって、
少し今度はコンサートツアーの方に専念しようかなということをですね、考えているわけです。コンサートがだいたい名古屋行ったりするのとかですね、行ったり来たりが結構激しいんで、日帰りといえどもですね、僕の最初の当初は東京近郊で4カ所ぐらいでいいって言ってたのが、8カ所全部で8本ですか、7本か8本ですからね、いつの間にか増えるようになってきてるっていう現実があるんで、これはどっかで歯止めしないと止めないと、俺いずれこれ全国ツアーまた舞い戻っちゃうんじゃないかって、何のためにやめたんだっていうのがあるからね、ラジオも、僕はですね、例えば10年とか、番組とかね、そういうようなものをね、10年とか20年とか長く続けてらっしゃるすごい素晴らしい皆さん、なんて言うんでしょうね、エネルギーだなと思うんですけども、そういうタイプの、パーソナルじゃないですからね。どっちかというと、性格的に短期集中なんで、で、短期集中全力投球型で疲れるんですね。いろいろ一生懸命やるから、性格的にね。番組を皆さん盛り上げてくれたリスナーの人たちにはですね、先々週も言いましたけども、過去をね、過去のことっていうのはもう、いくら考えてみても変えられないし、だから、過去のことじゃなくて未来を見た方がいいよと。僕は、そういう、そういうのが自然の姿だと思ってるんで、未来っていうのは、これから作り上げていけばいいわけでしょ。ですから、これからいかようにでも変えることもできるわけですけどもね。残り少ない時間であってもね、僕なんか、一曲で言えば、エンディングの演奏をしている最中だと自分では思ってるんですが、人生は。それでも、変えられないと決まってるね、変えることのできない過去、ね、そういう過去にこだわってるよりは、過去っていうのはいくらこだわったってね、いくら言ってみたって変えられないものなんだから。だからそれよりは、まだ見ていない、これからの未来というのを見ながら、人生という旅行、旅をですね、ボヤージ、続けていけばいい、というふうに考えるわけです。ラジオはもう本当にね、僕の、ホームページでも、書きましたが、本当にやってよかったですね。ほんで、面白かったし、特に、この最後の1年の方は、特にベストテイクのコーナーと、マイフェイバリットソングが定着して、実に、面白い番組ができたなと思って、これを応援してくれた皆さんのメールとかハガキ、封書、それら含めてみんなの応援があったからだと思ってますが、もうやったっていう、やった感は、あります。いっぱいありますからな。よくやったなって自分を褒めてあげたいぐらい、やった感があります。もう満足しております。もう後悔とか、あれやっときゃよかったなとか、やり足りなかったなっていうの後悔は微塵もなくて、2年間やり遂げた感でいっぱいなんですけどもね。で、やってみて、出た結論はさ、みんなも感じたと思うと、音楽っていうのは本当に奥が深くて、本当にいいな、音楽って本当に素晴らしいなっていうことが、僕は伝えられたような気がしててね。で、僕がやりたかったことを、広島からね、ロックバンドやってて、その頃からずーっと心に思って、音楽、何がやりたかったかっていうのを、東京へ出てきたからもうやり続けたっていう、そういう話もいっぱいしましたし、伝えられたと思ってるんですけどもね。とにかく皆さんからの応援が非常にありがたかったなと、思ってるんですが、この、ラジオでないとというタイトルも、ぴったりだったなっていう吉田拓郎のね、途中からね、ラテランが吉田拓郎をナイトに変わっちゃって、おい、橋口、いくらなんでも、吉田拓郎、ラジオでナイトにしてくれよって俺は言いたかったんだけど、吉田拓郎のナイトになっちゃって、なんだこりゃっていうぐらい省略されちゃった。最初はね、副題がいっぱいついてて、なんだかんだいろんなこと書いてるから、そりゃやりすぎだろうっつったら、急に吉田拓郎のナイトになっちゃった。なんだこの番組っていうぐらい、ラテランが省略されたけどね、実に楽しい2年間だったと思いますが、しかし、まだまだこの番組は続きます。吉田拓郎、ラジオでないと。
永遠の嘘はつけないということですけどね。さて、メールです。いつも楽しいラジオありがとうございますというのは、愛媛のゆいさん26歳。私は26歳の拓郎さんファンです。最近は10代20代のファンの方も多く感じるようになりまして嬉しい限りです。まだ6年くらい拓郎さんのかっこよさに気づいてから日が浅いのですが、遅いねもうちょっと早く気がついてほしかったね。こっちもね忙しいんだ、人生がね。日が浅いんですが、毎日欠かさず拓郎さんの曲を聴いてます。地響きのように体の中から力を湧き立たせてくれる声に押されて生きています。毎日聴いても飽きないのは拓郎さんだけで、それがとても不思議なんですが、っていうこのメールが26歳の女、実はですね、この人のメールにも書いたんですよ、はがきに、手紙を。毎日聞いても飽きない拓郎さんのっていうね、我が家でもですね、米ちゃん台風吹き荒れてるんですよ。はい、前にも話しましたけどもね、最近ではね、僕がね、自分の部屋でね、自分の DVD とか映画とかこっそりっていうか、まあ、一人で静かに見てるとね、なんか知らんけどね、リビングの方からね、女の人の歌声が聞こえてくるんだよ。なんかに合わせて歌ってる女の声が聞こえるんだ。なんだろうな、うちのやつは歌なんか歌わないしな、普段な、とか思ってね、そーっと抜き足でね、そーっと抜き足差し足でリビングの方に行って、こう覗くとね、うちのがね、ヨネちゃんの CD に合わせてね、歌ってるんですよ。合ってないんですけど、これがね、合わせにくいよね。難しいんだよね、やっぱり、ちょっとヒップホップ系っていうかさ、そういうのね。だ、字余り字足らずっていうのはさ、吉田拓郎どころじゃないからさ、早口が、彼らの今の音楽はね。だ、合わせにくいんだけど、一生懸命合わせてね、歌おうとしてるんですよ。これはまあね、完全にハマってるなっていう。で、これがね、毎日午後になるとね、そうだな、1時頃から5時頃まで、4時間ぐらいはずっと歌ってるからね、なんかね、おい、なんか居場所がないんだな、俺もな。ほいでね、ある時ね、完全にハマってるから、ある時ね、今日もあれかな、なぜご飯食べないか、今日もあれかな、歌うのかなって言ったんですよ。でもね、人間はね、歌を歌うっていう行為は、非常に精神的にも健康的にもいいからね、ガンガン歌いなよって言いましたらね、そうね、今日あたりはちょっとヨネちゃんの振り付けもねつけて歌ってみようかって言うから、踊るんですかっていう感じでね、それでね、そうなるとね、しばらく我が家はね、季節外れの盆踊り大会のような雰囲気にねなっちゃうね。なかなかね、振り付けたってそんなヨネちゃんみたいにかっこよくはできないけど、なんとなくやってはいるけどね、ちょっと違う人の振り付けも入ってるんだな、うちの人のな。これはね、これをね、ちょっとしばらくこの台風はね、やみそうにないから、俺もなんか対策練らなきゃいかんなと思ってね。だ、こうなったら僕も負けずにね、自分で部屋にこもってね、あいみょんとか歌おうかなっていうこうなったら俺はあいみょんで行こうかなと思ったりしてる。そういう最近吉崎なんですけどね、実に台風がやみそうにありませんけどね。さて、それから、これは流山市の、鹿児島に降る雪というラジオネームの人は、私が拓郎さんに言っておきたいことは、私が今描こうとしている漫画がアニメ化することがもしあったら、流星をエンディングで使わせていただきたいのですが、っていう。まだアニメを描いてるんで、私は今30歳ですが、数年がかりで漫画の勉強していて、そして今いろんな方に楽しめるようにファンタジー漫画として作っている最中です。デビューなんかもまだしていない私の作品がアニメになるなど、まだまだ夢物語ですが、そうなると信じて書いてるんです。いいね、そう信じて頑張ればいいと思うよ。本当その時には流星をエンディングに使いたい。ぜひ
言ってください。いいよって言ってあげると思うよ。頑張ってね。それから、これは宇都宮の餃子、かのめからは、5月28日宇都宮市文化会館でのコンサートチケットが当選しました。よかったね。チケットね、何万円とかね、10万円とかなんとかって言ってるバカがいるからね、ダメだよ買っちゃね、そういうの、絶対ダメ。せっかく宇都宮で公演するのですから、全国でも有名な宇都宮餃子をご堪能ください。あれは宇都宮っていうとこ餃子有名だっけ。あ、そうか、餃子ってなんで宇都宮が餃子になっちゃったんだろうな。そうなんだ。それは楽屋にきっとあれだな、イベントに言って餃子入れとけって言えばいいし、俺も何しに行くかよく分かんなくなるけど、そうか、宇都宮ね、久しぶりだね。それからこれは信子はですね、拓郎さん投げキスぜひお願いしますよ今回っていう、特に市川大宮では投げキス絶対ください。投げキスね、今考えてんだよね。コンサートのこともね、ホームページでもちょっと書いたけどね、ちょっと俺すごい企画っていうかアイデアっていうかね、言っちゃってるんだよな。それはね、僕の音楽人生としては最後になるかなっていう気持ちも込めてやりたいと思ってるコンサートなんでね、ライブ73イヤーズということで、これいろいろ曲をね、でセットリストを作ってる間にね、ふと思ったことがあって、あれこれってこれ作詞も全部吉田拓郎が揃ってきたなっていう感じになってきて、はは、例えば落葉とか、例えば春だったねとかをやらなければ、そうすると全部よ自分で作った詩曲で全編いけるなっていう気がだんだんしてきてさ、それもいいなっていう、春だったね、落葉外すのは心苦しいけども、なんか俺自分で作った言葉で全部自分の作った言葉とメロディーで押し切っちゃうかなっていうのも考えとしてね出てきて、それちょっとかなり可能性として強くなってきたな、これがなんか優秀の美っていう感じかなっていう気持ちにもなってきてね、ちょっと今度のセットリストはだいぶ変わりそうだな、なんかなんとなく、そういうのを考えてると楽しくなってくるね。それから那須山崎はですね、前回のツアーで、コーラスの加藤泉さんは動物スリッパみたいな変わった靴を履いていましたが、あれはあれは何ですかね。2016年のライブで泉ちゃんね、確かにね、動物スリッパみたいなの履いてるんですよ。俺もね、知らなかったんだけど、よーく見たら、あれこいつ何履いてんだよっていうの、あれなんだろうね、スタイリストがついてるんだけど、あれ履かしたのかな、ちょっとわかんないけどね。あれは、あの子ね、いろんなことする人なんですね。さあ、ライブのその曲目が大体できてきて、曲順もできてきて、ここで何曲メドレーでとか、ラストはこれだとか、いろいろ、決まってきたな。もういずれ俺はセットリストを公表しちゃいたいな、俺の性格的に言うと言っちゃいたい。もう我慢できない、なんかずっと置いとけないんだよ。どうしたらいいのよ。本当に僕ね、黙ってらんない。本当のことが言いたい男なんだよね。さて、みんなから嫌われる前に好きだっていう曲をかけるっていうコーナーですね。今日はね、1983年のアルバムからね、一曲ね、これね、僕が作ったフレーズをね、青山徹にね、弾いてもらってね、で、3年前の2016年のライブで僕から始まってね、で、感想が、
こういう感想とね、このこのあのリフ、これを自分で作ってね、あの青山にこれ弾いてくれってことを、広島弁でね、おかっこいいっすのおたくろはん、おわし弾きますぜとかって弾いてくれたんだけどね、ウーベイビー、これね1983年のアルバムなんで、1982年にね、当時まだあの4チャンネルしかなくてね、あのテレコがね、で僕は自宅に、それでコンピューターの打ち込みっていうのがまだなくて、あのドラムマシーンっていうのがあったんですね。でドラムマシーンとかシンセサイザーはあったんだけど、コンピューターを使って打ち込んだりする時代がまだもうちょっと後なんだけど、でその4チャンネルのテレコでコンピューター打ち込みじゃなくて、今でも使ってるんですが、ローランドの TR808 ってね、業界ではミュージシャンよく知ってるんですが、八百屋って呼んでるんですよ。808だからね、八百屋、ローランドの TR808 っていうドラムマシンを使って作ったデモテープっていうのを今日持ってきたんでね、これかけてみると思ってますが、これはもうこの八百屋っていうのはね、 TR808 はもう後に名機としてね、今でもね、いろんなヒップホップを やる人たちとか、リズム&ブルースやる人たちとか、このサンプリング音源を使ってレコーディングに使ってるんですよ。それぐらい名機なんですよね、この TR808 を使ってドラムベース、ギターは自分で弾いてデモテープ作った。あともう一つ話したいことがあって、こういうのをね、シャッフルっていう音楽語で言うんだけど、シャッフル、日本語で言うと跳ねるって言うんですけどもね、シャッフル。で、アメリカ行ってレコーディングした時にね、こういうね、チャックベリーとか、こういうのは今ね、跳ねてないわけ。これがね、ちょっと跳ねてくれって言うと彼らは、こうになるんだけど、この中間っていうのがね、ロサンゼルスのミュージシャンとかうまいんですよ。自然に跳ねてるような、跳ねてないような。だから、シャッフルしてるんだけどしてないんで、シャッフルしてないんだけどしてるっていう感じ。それで、ギタリストのね、デビッド・リンデルとかね、シャッフルとか言いながらね、やってんだけど、僕聞いてるとね、そんなにシャッフルしてない。これ耳で聞いてもわかんないんだな。みんなで演奏しないとわかんないんだけど。で、日本人のミュージシャンはね、このシャッフルって言うと思いっきりシャッフルするんです。なぜか日本人はシャッフルって言うと、もう思いっきり跳ねる。これ跳ねてんだね。シャッフルしてんだ。僕のウーベビーもシャッフルして跳ねてんだけど、こう跳ねるって言うとこれが思いっきり、この中間の、この中間、俺も出せない。この感じ、中間の感じを出すのが、アメリカのミュージシャンはうまいんだな。だからロックンロールがね、すごく跳ねてるような、跳ねてないような。グッゴーリミスマーリー、You should write your book。こういうのとかがね、アメリカのミュージシャンは、やっぱ、なんだろう、根が、ルーツにあるんだろうな。こういうシャッフルとかシャッフルしないとか。日本人はこの、ここの微妙なニュアンスが下手なんだな。で、このウーベイビーは、アルバムフロムティーにすごい入れたかったんだけど、なぜかフォーライフの曲がすっげー増えちゃって、これじゃバランス悪いやつんで、カットしてしまったんですが、本当は入れたかったんですけどもね、2016年のステージ、さっきも DVD やりましたが、持ってる方は僕のギターから始まってかっこいいあのアレンジだったでしょ、ぜひ見てほしいですけどね、 DVD も、ウーベイビーThank you.
これはよくできてるなって思って、もうあの頃のね、あれにしてよくできてるのは、コンピューターはまだ使ってないんだもんな。じゃあこれをね、青山が弾いてくれた、ちょうどドラムが島ちゃんでね、ベースがなくなったチーボーで、キーボードは中西とエルトンがやってくれました。ウーベイビー。さて、皆さんが、吉田拓郎の曲で、あの曲は嫌いだと、いうね、今週も皆さんから嫌われた曲っていうのを発表しなきゃいけないっていう。ね、秋田のマコチンは、僕は、オールディーズが嫌いというか、悶々とします。僕らの旅という曲と、フォークビレッジのテーマが合体した曲らしいですが、そうです。2曲、鳥山とね、これをくっつけようよっつってやったんです。いつまで待ってもサビが来ないという感じがして、後半にも僕らのためのサビがあると僕はスッキリします。君は音楽何も分かってないなっていうふうに、このコーナーでは君だから嫌われた曲に曲の募っておきながら、募ってその君たちから来たメールに対して僕がお叱りになるというコーナーになってるような気がしてまいりました。何にも分かってないな、バカとか言ってませんねえ。ねえ、分かってないな。それね、そこから派生してっていうよりね、まあちょっと僕もムキになったりしてるのかな。だからね、嫌われちゃって、嫌いだって言われた曲を、今度のライブで歌いたいなーなんてね、天の尺っていうかね、だからこう、みんなからそんなに嫌いって言ってるんだったら、俺、今度のライブでちょっと歌っちゃおうかなーなんていう気になって、今度のセットリストの候補にね、何曲が上がってるんだよ。うん。実は、まあ言っちゃうけど、このオールディーズ、俺やりたいよ。うん。実はね、これやってみたいなー。振り返ってみるのもいいさーっていうのを歌ってみたいなっていう気になってるんだよね。そしてフォークビレッジのテーマもね、歌いたいなっていう。だからなんかこれちょっとセットリスト候補には入ってんだよな。嫌いで悪かったね。なんかもう喧嘩売ってるじゃないの。それから、埼玉市のジック。ジックは、大阪行きは南蛮ホームが大嫌いです。君はみんなから品種を買うよ。ねえ、大阪行きは南蛮ホームなんて僕大好きだよ。
僕、このコンサートでは、ずっと歌ってたけど、やらないことにしたのはね、あまりに曲が良すぎてね、もう聴かしてあげたくなくなったんだよ。これはいい曲でよくできてるよ。ね。音体ご本人のことを彷彿とさせる歌詞で涙が溢れてきてしまい、やだこれ以上聴きたくないと思いながら途中で止めたくても止められず最後まで聴き入ってしまうのですと。じゃあいいんじゃないか。いいんじゃないか。これはもうステージでは歌えないね。うん。だから、ステージで言ったよね。セブちゃんたちとやってる頃ね。もう最後だって。八戸のダーシモは、アジアの片隅での中に入ってる一つ前が嫌いです。一つ前っていう歌だな。俺ちょっと、この曲の記憶があまり定かじゃないんだけどね。なんとなく、一つ前って言うんだよな。詩の中で、一つ前っていうのが、どうしても私には、人妻へ。人妻へ。と聞こえます。それでまた詩をよく読んでみると、人妻の方が収まりがいいんじゃないかと僕は感じる。人妻に捧げる曲なんだから、そんな曲作るわけないじゃないか。人妻へ。いやいや、面白いこと言うね。それからこれは土佐の八金は頑張らないけどいいでしょう。こら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 、この名曲をなんだ、頑張らないけどいいでしょうです。旦那は自分の気持ちに合ってるとお気に入りなんですが、我ら家族にとっては何を軟弱なことを歌にするのよ、というふうになって、拓郎はやっぱり中島みゆきさんの言う通りに永遠の嘘を続けてほしいです。ね、この軟弱な、今なまったこの、この、誰、どこの出身なんだよ、この、この、軟弱なことを、軟弱じゃないよ。こう、そうじゃないと、俺毎週こうやって、そうじゃないんだってばっていうコーナーになってる。吉田拓郎の、そうじゃないんだってばっていうコーナー作るかな。そうじゃないんだよ。これは一生懸命やってる人ね。一生懸命日常を生きてる人への、それはまたほいで、僕自身も含めての、そういう人々への愛情あふれるラブソングなんだよ。これね、頑張らないけどいいでしょってな。この曲は次のステージで歌います。もう断言しちゃった。とうとう。とうとう曲がどん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 毎週バレていく。このコーナー。ちょっと、まずいな。オールディーズと、頑張らないけどいいでしょは、入ったなと思ったやつが何人かいるの聞いてて。うん。これ、頑張らないけどいいでしょは歌います。絶対やりたいんだもん。絶対やりたいんだ俺この曲。それでこのアレンジすごい、今度もう泣かずにいられないっていうアレンジしてやるからな。それから、初めてメールします。いつも一人で聴いているっていうのは札幌の久子。私が嫌いな拓郎の曲は大いなる人というアルバムに入っているおいでよという曲です。おいでよね。とてもセクシーな声で、キュンとなってしまうところが嫌いです。あの当時は全く記憶に残らなかった悲しい曲です。歳をとってからこの曲の色っぽさに気づくなんて悲しくなるの嫌いです。言ってる意味がさっぱりわからないという。文章力がゼロだ、久子。全然わからん言ってる。あのね、またね、まずいな。あのアルバムに入ってるね、大いなる人に入ってるね、一曲目、あの子に会えたらってね、ちょっとね。あの子に会ったら聞いてみて、街中だぜだれ、I'm not afraid to die.
メントが出てくるんだ、ここに。この曲やりたいなと思ってるって言うとまたバレちゃうじゃないか。あの子に会えたらちょっと聞いてくれ。時代的に新宿2丁目っていうところのガンバルニャンっていう店が今でも覚えてんだな、よく出入りしてる店だったんだよね。それでそこでスナックバーがね、小さなあって、そこがガンバルニャンっていう店だったんだ。そこでねよく飲んでたんだけど、そこに働いてたね、双子の女の子がいたんですよ。札幌出身だったと思うんですけど、双子の女の子でね、デラちゃんとチャコちゃんっていう名前も忘れらん、可愛い双子だったのね。で、その女の子たちとそこのお店でね、一緒にいて、まあ、彼女たち働いてて、そこで働いてたね、バーテンがね、僕の初代マネージャーの、キデラっていうね、やつなんだけど、そこでね、デラちゃんとチャコちゃんっていう女の子と知り合って、いや、僕は、その彼女たちと付き合ったわけでもないし、なんでもないんだけど、東京で初めて知り合った、知った、仲良くした女性なんだな。それでその店でいろんなことを彼女たちからこう教わって、東京のね、空気とか、まあ、彼女たちも札幌出身だったんだけど、それでなんか俺の頭の中で妄想が始まってさ、俺は例えばその頃はあんま売れてないわけだから、俺はこの子たち のボディーガードに なりたいなっていうふうに妄想したことがあったの。そのことを思い出しながらね、あの子に会えたらって歌を作った新宿時代の思い出、この曲もね歌いたいなぁなんて思ってるわけよ。吉田拓郎です。一人で喋ってます。日本放送吉田拓郎ラジオでないと。吉田拓郎ラジオでないと、勝手に選ぶ日本の歌50選。地で始まる曲ね、今週は。こんばんは、拓郎さんっていうね、サナ、28歳の女の子。拓郎さん、去年の米津さん、あいみょんに続くブレイク歌手をご存知でしょうかと、また来たよ。もう勉強に次ぐ勉強させられてね、もう、今もうちほら、さっき言ったように、ヨネちゃんの盆踊り大会で手一杯なんだけどさ、とにかく、うちもう踊ってるからさ、今頃多分踊ってるな。米津さん、あいみょんに続くブレイク歌手、それはエメさんという20代の女性シンガーです。この人が歌ってる、2006年の蝶々結びという曲があるっていうんですか、これ。今日ねちょっと今日聞かないけどさ、俺うち帰ってチェックするし、そうか、サナちゃんどうもありがとうね。エメさん、ちょっと僕また知らなかったからね、ラジオ聞いてる諸君もね、あいみょん、ヨネちゃん、ね、エメ、今日のね、いろいろ名前を覚えるだけで大変だけどね、星野源とかみんなね、売れてる、最近の人たちの歌、よく聞きなよ。ね、もっと心を広げて音楽の幅を広げなきゃダメだよ。もっといろんなの聞かないと、楽しくないよ、音楽がね。それから、地の曲、グリーンロードは、アリスのチャンピオン、ね、アリスのチャンピオン。それから、横浜のヒッキーは、パープルシャドウズの小さなスナック。小さなスナックだったな。綺麗なギターのね。それから、足利市のひろこからは、
地で始まる心に深く響く曲は猫の地下鉄に乗ってです。子供の頃、丸の内線を使って大学附属病院の歯医者に通っている時に、痛みの地下鉄という思い出しかありませんでした。その後ロマンティックな情景が目に浮かぶこの曲を聴くようになって痛みの思いは消えましたかっていう。なるほど。地下鉄に乗ってといえばね、昔猫っていうグループが、まあ僕の後輩にね、同じ事務所にいて、まあで僕が作った CBS ソニーのレーベル、オデッセイというレーベルに猫っていうグループを入れて、まあ僕はプロデュースで、2枚組ね、2枚が雪と地下鉄に乗ってはやったんですけども、もう一曲やったかな。当時猫というグループとね、全国を回ってましてね、で、東北からの帰りの電車の中だったと思うんですが、この時この詩をね、岡本治っていう人からもらっててね、で、俺自分で歌ってみようかなと思って、なんかなかなか地下鉄の、丸の内線の歌の話だから、すごい面白いなと思ってね、メロディーをつけようかなと思って、たんですけど、それをね、すっげえ忙しいスケジュールの中でね、レコーディングもね、このコンサートの合間にね、CBS ソニーの当時六本木にあったんですが、1スターというところに夜中に駆けつけて猫を連れて、それで、その場でせーのでね、ミュージシャン、ドラムと、だけ、あれ、ちと川地さんだったから呼んで、僕がガットギター弾いてね、これか、ガットギターのフレーズとかね、後ろでこう、いろいろ弾いてるの全部僕なんですけどもね、これをね、やっつけで、やったのを記憶があるんですが、この曲を作ったのがね、なんと、帰りのね、どこだった？秋田か青森からの上野駅の電車の中でね、ギターを弾きながらね、電車の中で作ったんだ、この曲。だ電車に乗ってる感じがすごい出てるなと自分でも思ってるんだけど、それすごくレコーディングしてね、いい出来だなと思う。で、このコーラスの地下鉄に乗ってなんての現場でね、猫の奴らをね、こうやってコーラスつけろとか言って、その場で指図してやったのを、覚えてるんですよ。猫の地下鉄に乗って。来週もたくさんのメッセージをお待ちしておりますから、皆さん、私が大嫌いな吉田拓郎の曲のね、ぜひ皆さんが曲はもう嫌いだ話にならないって言ってきてもどうにもならないんだけどね、結局は僕が何言ってんだっていうところで怒っちゃって終わっちゃうんだけど、まあ以前そういうメールとかハガキでそうやってやり取りしようよね。そして勝手に選ぶ日本の歌は次回は2です。2兄ちゃんと二人でね、兄ちゃんが書くの人間なんてらら2多いね俺ね、2、その次は日です。メールアドレスは ty@1242.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでナイトの係です。吉田拓郎でした。私